おはようございます。高崎です。今日は自給自足ツアーの第1弾、富山に来ています。いや、昨日視察をして、土地の1000坪ぐらいかなの土地を使ってくださいっていう人がですね、メンバーにいたので、みんなで来ました。ミスター X とかトニーとかと一緒に来てですね、視察をしたんですよ。おはようございます。で、2箇所はすごい良くて、富山だいぶありだなと思ってことが進みそうです。あ、富山人だって。おはようございます。で、なんか散歩しながらね、こう歩いてる、いいでしょう。空気も美味しいし、すごいいいんですけどうるさい、なんか聞こえ、なんか声かけてくる人がいますけど、あ、桜が見えるから行ってみましょうか。なまりきついとか言って。でね、あれなんですよ、土地を2つ見て、1個がこう棚田みたい、あ、結構棚田みたいなのが多くって、1個は普通にやっても面白くないんで、1個グランピング施設みたいな感じにして、もう1箇所が、まあ、農地にするんですけど、農地もただ普通に作っても面白くないんで、もうものすごい、ちょっとミスター X の持ってる最新技術を使って、ものすごい農業、史上初の農業をしようみたいな話になって、でそこで実地試験で始めたら、もうあ、見て、桜吹雪、見えるか見えないか、あ、綺麗だね。実地試験でそういうのところを始めたら、他の人たちもで、それを真似してできても一大ビジネスになるんじゃないかみたいなね、話になってて、すっげえ面白いです。ワクワクしますね。そうで、夜はもうあれですよ、ミスター X タイムがね、やばかったね。ちょっと戦、このワード言うよくないかな、日本の侵略される話を聞きましたけど、南砺市かな、そうです、富山県南砺市、富山人です。おはようございます。富士山見えますか。あ、見えたけどね、ここからはどうだろうな、 こんな感じです。素晴らしい、素晴らしい山だと思いませんか。ほら、桜、ミスドありますか何の質問ミスター X って誰。ああ、そうね、ミスター X はですね、僕に大体情報をくれる人です。で、大体、あ、ま、すげえやばい情報をくれる人で、大体情報は直接足で取りに行くもんだみたいな感じで、まあ、その例えば文部科学省の一番上の人とか、普通にスパイとかに友達がいる人ですね。で、結局一次情報を取りに行くことにこだわる、そんな人間がいますね。今話題の吉野家もなさそうだ。吉野家ないね。はい、まあ、とにかくそれで土地を、ミスタードーナッツもやばいかな。おはようございます、まちゃさん。富山いいっすよ。富山、政治家ですか、ミスター X は。うん、政治家ではない、普通の、別に役職はそんなないんだけど、まあ全然、普通に関さん友達ですみたいな感じの人、都市伝説のね、とか、なんだろう、まあ、やばい情報をめっちゃ持ってるって、っていう。でも農業系もいけるんで、
ここから自給自足の畑農地を全国にこう僕ら作っていくんですけど、それの技術とかそういうのも会社作ってやったりとかしてるような人です。湧き水もありますか？うん、水はね、水の問題は結構良かったです。解決しててですね、良かった。いつまで富山にいますか？これからチューリップ園を見に行って、それで帰る。昨日本当はチューリップ見に行く予定だったんですけど、ランチで入ったお店に出てくるのに 1時間かかって、チューリップに行く時間がなかったので。混んでるらしいね、チューリップの影響で。あ、すごい、この素晴らしい絶景ですね。007のEさんみたいな友達がいるんだ。国家機密の特殊部隊はすごいな。ああ、そんな感じ、そんな感じで。で、昨日のね、ミスター X のね、話でね、まあそうだなと思ったんだけど、まああんまちょっとライブじゃ言えないんですけど、まあ今後日本が、なんていうかな、まあ制圧された場合、あ、これただ、シミュレーションだと思ってね、日本が制圧された場合、政府が、日本って国が制圧されて、政府がもう制圧された場合、向こうはさ、制圧しましたとかいちいち言わないわけよね。言わないんですよ、制圧しましたとかは。で、日本政府も制圧されましたとかは言わないんで、一般市民は気づかないんですよ、制圧されたことに。気づかないんだけど、実は制圧されたっていうことが起きて、そうするとどうなるかっていうと、もう、もうこうやってことを進めていきますっていう、まあ理不尽な要求とかね、強制的にじゃあ全員こうしましょう、法律でこう決まりましたみたいなのが、めっちゃ加速度的にガーっていくようになる時期があると。それはもう多分制圧されたってことでしょうっていうふうに、なるね。制圧されるとどうなるかというと、2026年までに、まあ、日本人をみんな電子空間にぶち込む計画があるわけなので、で人間の電子化がものすごい進むっていう、もうまあなんていうかな、そういう感じになるシナリオではありますよね。そういう感じ。お、蝶さんじゃないですか。おはようございます。自給自足ツアーで今富山に来ています。第1弾で。でやっぱね、すごいっすよ。昨日自給自足の人で、もう高崎のメッセージを聞いて、会社辞めて畑をね始めて、今米を作っていますっていう人が来てて、あ、すごいっすね。その、あ、そういうのすごい大事ですよねみたいな。あ、見て見て、この富山っぽい光景。なんだろう、どんぐり拾ってんのかな。お店の人、お店っていうかこのね、施設のスタッフさんだと思うんですけど、これど、なんかどういう山菜を拾っているのか。これかわいいな。何してんだ。お、蝶さん、おはようございます。私は合宿で名古屋でです。自給自足行きたい。そうなんですよ、これからまた長野もゴールデンウィーク中に5月6、7だったかな、長野ツアーも行きます。もう長野ツアーはパンパンで、今回は人数行けたんですけど、もうパンパンになると思うんで、だんだんこうあれですね、絞られていくというか、今後は高崎の研修を受けた人しか参加できないよとか、どんどんハードルが上がっていくと思いますので、そのつもりで。で、今出てるのは徳島で2000坪だかの土地が出てて、広島でなんと、皆さん桁びっくりしますよ、2万3000坪の土地が出ましたので、2万3000坪ってもう桁なんで、広島ツアー、徳島、あと千葉も今土地出てるんで、順々にこうやって行って行こうと思います。で、視察だけじゃなくて、
あのみんなで畑をね、今荒れ地なんで耕したりとかしていくようにしようと思いますね。どういう感じかというと、じゃん、こんな感じですね。昨日見た土地が、昨日見た土地こんな感じ。このね、この女性はあのゴスペルシンガーの人ですね。わかるかな、これ動画もいけんのかな。あ、動画いけた。このこんな感じの土地、 ここでちょっと世界で誰もやってない農法で、ちょっと注目の農法でやろうと思っている場所ですね。あ、近畿の人ぜひ協力してください。ここのまず荒れてる土地を雑草とか抜いて整えなきゃいけないんで、ちょっと人手がいるので協力してください。東京からは結構遠かった、富山なので、お願いします、お願いしますよっていうね。幸せな光景、つくしとかわらびかもですみたいな、天然わらびとかありそうみたいな、ほっこりほっこりな光景、心が綺麗になりそうだ。2026年ってすぐそこ、2万3000ってなんか通行人が通行人がいるんですけど系です。明日ばかりもできそうだ、ね、チューリップ咲いてる。で、そうなので、ここで一番重要なことを言うと、その高崎を今のこのことが起こってない、今のその今平和じゃん、一応この今一番平和の時に高崎がこうやって言ってます、やばいよみたいな、これを信じて動かない人はこちらも信用できないっていうのを、まあ、ミスター X は言ってて、ミスター X が前からね、自由にコミュニティ作りをできるのは今だけですよっていつも言ってる意味は何かというと、ことが起きてから、いや、高崎さんのとこ入れてくださいっていう人をどう信用しろというのっていう話ですなると、まあそれは確かにそうだなって思ってて、じゃあチューリップ畑に座るか。だからこれすごいメルヘンで重い話してるんだけど、あの何メリットを得たくて、あ、そのことが起きたら誰でも信じるじゃん。その例えば北からロシア、南から中国が攻めてきたとし、例えばよ、してよ、でも入ってこられてるんだから、高崎言ってること本当だってそれはなるやん、みんな。なんかポートレート写真みたいになってきたんだけど、それでなるじゃない。でもそれってそれはみんななるわけだから、今平和で本当かよみたいな話じゃん、僕が言ってる話って。それを信じる人もこちら信じて、こういうところに現地で来て一緒に飯を食ったりする人、時間もお金もかけて来てる人をこっちも信用するっていうスタンスですってミスター X は言ってて、俺とミスター X は性格が違うんで、俺はあの、まあ、いいんじゃないっていう人なんですけど、ミスター X すごいシビアで、いや、あのこちらも信用できる人とだけしかやりたくないし、何、まあ、スパイかも。まず一つはスパイって本当にいるから、そういうあのクズ、何、秘密警察っていう概念を皆さん持ってほしくて、あの今の昔のソ連でやってたやつなんですけど、食堂で飯食ってて、例えば国家を転覆させる話をしてたとするじゃない。で、横で普通に飯食ってる市民が実は秘密警察で、あのそれを聞いて、で政府にチクってパクられるっていうのがまあ普通にあったわけね。これが
秘密警察で、だから共産主義うまくいってるように見えてたけど、実はもうそういうのをめちゃくちゃやってたがゆえに誰も政府に反抗できないっていうのを敷いてた、監視社会をすごい敷いてたからうまくいってたみたいな話があるので、そのそういうことよ。だから秘密警察的なのはもういっぱいそこら中にいるので、ぶっちゃけ言うと。なのでそういう人が一人でもコミュニティに入ってきたらもう終わるんで、っていう意味でも信用でき、スパイかどうかっていう話と、あとは結局その、まあ、メリットっていうか、まあ、自分が助かりたいってみんな思うわけだけど、そのもうことが起きてね、本当だってなってからさ来てもさ、そらそうじゃんって話じゃない？こっちはどうやってあなたを信用すればいいのってなっちゃうから、そういうこと、狭き門ってこと。 X さんも命がけなんでそのスタンスは当たり前だと思います。だってマスミさん、そうね、選びの民の門は狭いんですね。ノアの時のようにならぬよう備えているということだ。そうね、そんな感じ。ケイゴさんはいずれどこかに疎開するのですか？うん、そう。あ、でも俺はちょっと役割が違うんで、俺は都会、ちょっと政治をごにょごにょやらなきゃいけない感じらしいので、俺は都会、地方を回ると思う。多分地方をね回っていくと思うんだよね。あ、だからそのいっぱいコロニーを作って、そこを、まあ、統括する人なんで、まあ、転々として、みんなはそこに割じ、大体そこに住むっていう。富山だと雪、冬は雪深いですよね。うん、そうだと思う。そうだから、とにかくチューリップ綺麗だね。とにかく来れるうちに来といた方がいいんじゃないですかっていう。だ、昨日みたいにみんなで飯食って、でもう車で1時間、石川から来ました、大阪から来ました、まあ昨日もいましたけど、まあ、特にもう米作り始めてますみたいな人はベストですけどね。そういう行動に移す人はもうこちらもね、逆によろしくお願いしますってなるし、いいんじゃないかなみたいな感じなので、まあツアーをまた企画するので来れる時に来てほしいのと、あとは高崎の、新研修というか、今までの集大成のである研修、その自給自足で生活していく上での必要となる研修だったりとかもできてきたんで、まあ大体完成したんで、それをまたやってもらったりとかですね、受けてもらったりとかすればいいと思うよ。九州にそんな立ちないですか皆さん、あるんじゃないかな。お洋服にビギニンって書いてある、そういいでしょ。ケイコさんは命狙われないですか、心配です。狙われるよねそりゃ。でも俺はちょっとね、ご加護があるから大丈夫っていう、そういう使命、まあ死ぬ時は死ぬ。福岡でもそういう場所あったらいいな。うん、でもね、自分の近くの、自分の住んでる近くに来てほしいっていう甘い考えは捨てた方がいいよ。そういう考えが、はい、行きます。じゃあ出発時間なんで、そろそろね。九州にもコロニーはできますか。まあ九州にも作れるかもしれないけど、九州に作られなかったとしても今の生活を捨てて移るぞっていうつもりでいてもらわないと困る。ですよ、ね、近く実家いいなみたいなのはよく、そういう甘い考え捨ててくださいっていうね。ちょっとどんどん厳しさを増していきますので、俺が厳しいんじゃない、世の中が厳しいんだ、バーンっていうことでね。危ない。じゃあ皆さんそんな感じで時間が来たので、実家が当時2年で辞めるみたいだけどみたいな、なのでなんか来た。はい、じゃあ皆さんお疲れ様です。みんな待ってるで。バイバーイ。